こんにちは。アクシスという会社の代表をやっている多田翼です。今回はマーケティングについてです。この内容からわかることは、長屋の梅酒を取り上げるんですけれども、長屋梅酒の広告が面白かったので、その広告の背景から広告コピーに込められた思いと、そこから見えてくる長屋梅酒の戦略について皆さんと一緒に考えていければと思っています。で、今回の内容をぜひ見たり聞いていただきたいなと思う方はマーケターです。で、特に広告とか販促も含めて担当されている方をイメージしています。異業種とか他社の成功事例から自社のマーケティングのヒントにしたいと思っている方には参考になればと思っています。はい。で、今回取り上げたいのが梅酒の長屋なんです。で、長屋の広告コピーを最初にご紹介したいんですが、広告コピーが、これはもう梅酒というより長屋です。これ見たり聞かれたことって皆さんあるでしょうか。で、概要欄にこの広告コピーが使われた動画もつけておくんですけれども、広告の背景から見ていくと、この広告のこう意味するところ、意図するところが見えてくるかなと思っています。で、背景なんですが、これは日経 MJ の記事ですね。2021年の7月7日号だったんですが、この記事に書かれていたことがあって、まあ、それこからこの広告についてこう掘り下げたいなと思いました。で、梅酒の長屋、長屋梅酒はかつて梅酒の市場ではパイオニアのような存在であったんですけれども、その後、市場の中で自分たちの差別化が打ち出せなくなった、他社との違いが打ち出せなくなっていって、そして、次第にこうシェアを落としていって、ついにはトップの座を他社に譲ってしまったというのが、この日経 MJ の記事に書かれていました。まあ、そこで長屋が危機感を持ったんですよね。で、長屋梅酒が着目したのが、梅酒の熟成年数だったんですね。で、自分たちのこの熟成年数への知見があって、熟成年数による風味の違いをすごく詳しく熟知していたので、この独自ノウハウが商品の魅力を高めていったんです。で、甘すぎずかつ香りを引き立てた本格梅酒のザ・長屋という、梅酒ブランドを生み出しました。で、ここにはすごくこだわりがあったようで、原料の梅だけではなくて土作りからこだわっていって、また製造プロセスも進化させました。で、長屋が狙ったのが、この梅酒という市場において、最高品質という、この品質の軸にして他の梅酒とのこう差別化を図っていったんです。以上が今回の背景にはなるんですが、このような背景があると、先ほどの長屋の広告コピー、これはもう梅酒というより長屋ですがあったんですが、この広告コピーに込めた意味が読み取れるなと思っています。梅酒ではもちろんあるんですけれども、他社の梅酒とは全く違うものであると、つまり梅酒それ自体と差別化した長屋梅酒をお客さんに飲んでほしいという、こういう思いがこの広告のコピーには込められている。これはもう梅酒というより長屋ですと、この言葉に込められていると思ったんです。それだけ自分たちの長屋梅酒に絶対の自信があるということだと思ったんです。先ほど共有した背景である長屋の課題感として、梅酒のその市場カテゴリーの中で自分たちの良さや特徴がお客さんに認識されずに、このままでは埋没してしまうのではないかという状況を何とかしたいという気持ちが広告コピーから伝わってくるんですね。で、改めて広告の役割って何かを考えてみると、広告というのは商品やサービスを買ってもらうためにあります。で、長屋梅酒の広告も最終的にはこの買ってもらう、売れることを目指しているんですが、特徴的なのは広告のキャッチコピーの中に、先ほど見たような自分たちの思いとか自信や誇りが入っていることなんです。で、さっきの広告コピー、一見すると、何のことを言っているのかわからないという人ももしかしたらいたんじゃないかなと思うんですね。これはもう梅酒というより長屋ですと、これ何のことと頭の中にこうクエスチョンマークがついたんじゃないでしょうか。で、私もこれ最初見た時にパッとすぐに入ってこなかったんですが、だからこそこう印象にすごく残ったんですね。で、よくよく見てみると、短いそのコピーの文章の中に梅酒と長屋と、キーワードは入っているんです。なので何の広告かは一応とはいえ分かるんです。で、そこに加えて、先ほど見てきたような梅酒というカテゴリーそのものから、つまり他のすべての梅酒と比べて自分たちの長屋の梅酒というのは唯一無二の存在となるという、こういう独自化を狙っているんです。それをさらに、自分たちはそれを実際に実現できたとい こう自信と誇りがこの広告コピーに込められている、現れているというのが面白いなと思って今回取り上げました。
で、これ最後にちなみにの話なんですが、今回の蝶屋梅酒の話って、梅酒というカテゴリーを蝶屋に置き換えるという野心的な側面もあると私は見たんです。で、これはちなみにのネタなんですけれども、商品名がカテゴリーのその一般名称になった例って他にもいろいろあるんですね。で、皆さん何か思いつきますかね。で、例えばの例で今からいくつかご紹介していくんですが、例えばヤマトの宅急便、これって一般名称で宅急便と使ってますが、本来の一般名称って宅配便なんですよね。他にはトイレのウォシュレット、これは温水洗浄便座ですけれども、ウォシュレットとこうブランド名が一般化しています。他にあるとすると、万歩計ってありますよね。あれも一般名称はそもそもは歩数計なんです。で、他に面白いと思ったのはデジカメもそうですし、身近なところだとあとは、シーチキンもそうでした。で、他に、自宅にあるようなもので言うと、あのコロコロ、あの絨毯などの床のゴミを取る掃除道具ありますよね。あの転がす、コロコロと転がすやつですが、コロコロもそうだし、あとはセロテープとかホチキス、バンドエイド、あとこれは知らなかったんですがオセロって、これあの一般名称はリバーシというそうなんですけれども、オセロってもともとは特定の商品名だったものが今では一般名称として広く知られています。はい、そろそろクロージングです。今回は蝶屋梅酒の広告コピーからコミュニケーション戦略について見てきました。最後に簡単に内容を振り返っておきます。蝶屋の広告コピーというのは、これはもう梅酒というより蝶屋ですがあったんですが、ここにはすごく印象的というか考えさせる内容でした。梅酒それ自体と差別化した蝶屋梅酒をお客さんに飲んでほしいという思いが込められていて、それだけこの自分たちが作ったザ・蝶屋という梅酒に絶対の自信があるわけです。で、広告の役割というのは商品やサービスを買ってもらうためにあるんですけれども、もちろん蝶屋梅酒はそれを最終的に目指しているんですが、特徴的だったのが広告のコピーの中に自分たちの思いとか自信、誇りまで入っていることなんです。そこに込められた意図というのは、梅酒というカテゴリーそのものから、つまり他のすべてのあらゆる梅酒と比べて自分たちは唯一無二の存在であるという独自化を狙った広告です。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。この配信のコンセプトは10分で見分けるビジネスセンスで、これからも更新をしていくので、よかったら次回もぜひぜひよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。